ちは。こんにちは。実はですね、春先あたりから妻が体悪くしまして、ずっと入院してたんですよ。先週末亡くなりました。そうだったんですか。私たち何も知らなくて。こちらこそ、お隣さんなのにしばらくお付き合い失念してましたから。急なことでお悔やみ申し上げます。ご丁寧にありがとうございます。今朝葬儀を済ましてきました。妻の親戚とごく親近者だけで送ってまいりました。そうなんだ。そういえば朝出かけに入り口の掃除したのよく見かけたもんな。中村さんの奥さん、まさかそんなことになってたなんてね。俺も最近奥さん見かけませんねなんてうかつなこと言わなくて本当よかったよ。私たちからもお悔やみに伺った方がいいかしら。そうだな。ここに越してきた時から奥さんには親しくしてもらってたし、俺はこんな時間だから休みの時に行くとして、取り急ぎ入り明日行ってみてもらっていいかな。うん。この度は心よりお悔やみ申し上げます。どうもありがとうございます。妻も喜んでますよ。こうやってお線香をあげていただいて。とんでもないです。ありがとうございます。それじゃあ失礼します。奥さん、奥さん、もうちょっと見てください。私ね、妻が亡くなってすごく寂しいんですよ。その気持ち分かりますか。分かんないでしょ。ね、ちょっと話聞いてください。ね、私ね、妻が亡くなってすごく寂しいんです。こんにちは。実はですね、春先あたりから妻が体悪くしまして、ずっと入院してたんですよ。先週末
あの奥さん、まさかそんなことになってたなんてね。俺も最近奥さん見かけませんねなんてうかつなこと言わなくて本当よかったよ。私たちからもお悔やみに伺った方がいいかしら。そうだな。ここに越してきた時から奥さんには親しくしてもらってたし、俺はこんな時間だから休みの時に行くとして、取り急ぎ入り明日行ってみてもらっていいかな。うん。亡くなりました。そうだったんですか。私たち何も知らなくて。こちらこそ、お隣さんなのにしばらくお付き合い失念してましたから。急なことでお悔やみ申し上げます。ご丁寧にありがとうございます。今朝葬儀を済ませてきました。妻の親戚とごく親近者だけで送ってまいりました。そういえば朝出かけに入り口の掃除したのよく見かけたもんな。中村さん、この度は心よりお悔やみ申し上げます。どうもありがとうございます。妻も喜んでますよ。こうやってお線香をあげていただいて。何もないです。ありがとうございます。それじゃあ失礼します。奥さん、もうちょっと見てください。私ね、妻が亡くなってすごく寂しいんですよ。その気